aí ele fiquei 18 anos, foi de comissão 1, jogador novo, segundo que eu fiquei a 2.体にストレスを与える時期でもあります。え、através do estresse que a gente se adapta e ganha condições で、そのストレスを体に与えることによって我々はそれに適応して、より強くなります。A gente pode sentir a dificuldade de vocês em algum trabalho técnico, algum domínio de bola, uma confusão. で、明日からのトレーニングを合わせると、我々はトレーニング期限付き移籍というところからスタートした2020シーズン、スタート時はどのような気持ちでしたか？そうですね、まあ、僕は前のシーズンにこうサッカーがオバトルでできなくなって、で、まあ、サッカーをするかどうか、まあ、微妙な環境ではあったんですけど、まあ、そこで、まあ、横浜市の方からチームに来てくれって言われて、まあ、それだけで嬉しかったんですけど、正直こう最初来た時は自分がどのぐらいできるかっていうのが分からなかった状態だったので、最初はものすごく不安が多かったんじゃないかなと思います。
今日雨だったから大変だったよね。今日はやばいですよ、ね、眠れない。2分目練習終わってましたもん、洗濯終わったらバスとすれ違いました。ほんと、ゆうと今何年目？3年目です。 3年目です。和歌山3回目です。梅干し美味しい？え、梅干し美味しい？めっちゃ美味しいです毎食2個ぐらい食べたい甘いですよね。甘いよね。あれで、もうスパイクは磨いたの？スパイクは洗いました。洗った。和歌山キャンプで持ってきたスパイク履ききれないって何足持ってきたの？今回でも10足ぐらい選手より持ってきてるじゃん履くことで楽しんで。そうだよね、それが一番楽しみだもんね、はい、宮崎でいっぱい宮崎で履けるといいですね。